まだ突破してますね。何回言うでしょう。あ、じゃあ違う。多分ね、皆さんちょこちょこね絡んだと思いますんで、私のせーのでやりましょうか。いきますよ、せーの。シュクシュク。あ、めちゃんとマイク持ってきました。はい。おい、ちょっとさっきフラッシュって言ったやつ手やめろ。フラッシュって言ったやつ。子供たちがすごい、めっちゃくれついてくれたじゃん。すごい、上の城真白真白出て失礼だよ、そういうのはね。真白もちょっと袖で喜んでたじゃん。え、あ、そうそう、いや僕もね、やっぱりテンション上がるだしゃっからね、ついつい乗っちゃってたしゃっく。真白もその世代なの？いや、あんね、まあ、ヒッターはちょっと古すぎるかな。いや、ごめん、僕5歳でした、5歳。5歳、真白5歳なの？5歳しゃっくよ。あれね、私3年前から真白と絡んでる気がするけど、私年初めて聞いた気がするよ。あ、でも正確に言うと、宇宙船が落ちてからリセットして、そこからカウントし始めました。地球年齢で5歳ってことです。いや、地球に来て5年ってことかな。そうしゃくよ、その前ね、何年間生きてたのかよく覚えてなくて。覚えてないよ。そう、覚えてないっていうか、あれだ、これあまり詳しい説で言うとみんなだんだん引いていくからね。地球の1年と梨の星の1年の長さが違うとかさ、いろいろ問題があって年齢を計算するのが難しい。尺を分かる？分かるでしょうか？そういうことにしてくれ。そう。その前にさ、ほらさ、まずさ、梨郎がなぜこのステージに上がってきたかっていうのを話そうよ。そう、尺よね。もうただコントしに来たわけじゃないですからね。もちろん尺よ。でもさ、僕は本来今日はね、あ、こんな内部のことも言っていいかどうかちょっと聞いてないしゃっけど、はい、最初はもともとステージに上がる予定はなかったけど、大尺よね、僕今日は。そうだね。そう。で、ちょっとね、出演できない出演者さんがちょっと出てきちゃったってことで、ちょっと代わりに僕がこうやってフリートークをすることになりました、しゃっけ。シーンでなっちゃったから。マジで？大尺。ね、3年前から恒例のなんかコント時間みたいになってるよね。そうしゃくね、今日も少しはね、最初から喋ってってことになってたけど、今年は違ったしゃくね。でもやっぱそうなっちゃったよね。そうなっちゃったね。まあ、でも向かったしゃくよ、もう削られてちょっとショックだった。絡みたかったでしょ。でも入りたかった、絡みたかった、ほんとに。皆さんね、ちょっと盛り上がってね、もうちょっとどんどん盛り上がっていきましょう。シャック、ナシロのほら自己紹介しようよ。ナシロ初めて会った人、毎年恒例だけどね。あ、今年初めて来たってことだよね。それじゃあほら、じゃあご紹介しないと。はい、皆さん、私はですね、宇宙の大宇宙のナシロ星という惑星からやってきたナシロというナシロ宇宙人シャック。イエイ。よかったね、拍手来たよ、なしろ。それで、今はですね、墜落した、宇宙船がちょっと故障してしまって、地球に墜落してしまったシャクを。で、その墜落した場所が大分県の日田市という場所になっております。そうです。今日ね、県外勢いるけど、大分の人来たないよね。あ、でもね、今日は大分から来たさ、バンドの人がちょっと演奏してくれるらしいよ、この後なんだから。あ、大分からなのか。大分から、あ、そうですよね。あ、もちろんご存知ですよね。もちろんご存知でしたよね。知らないと言われてる、ね、知らないと言われてるらしい。結構大分から待って、大分さん有名じゃないの？大分ファーカルの番組にちょくちょく出てるじゃん。よく熊本の人はご存知ないかもしれないじゃんけどね。大分のローカル番組で出てるのかな、はい、そう、お兄様、ジョーカーデラックスとか知らない？なんか大分ネタでごめんなさいね、皆さん。知らないって言われてる。知ってる知ってる、よかったね。そう、深夜番組だろ。そう、ね、ちょっと水曜どうでしょうか。ちょっと水曜どうでしょう、ちょっと意識した感じの番組になってます。それレギュラーなの、真白？いやね、たまに出るって感じ。あ、たまに出るの？そう、でもね、ゲスト、一応ゲスト、よく出るゲストの一人みたいな感じになってます、シャック。あ、そうなのね。どうしちゃった？ちゃんとテレビには出演してるわけね。そういったローカルにね、ちょくちょくね。野城、その他に県外とかで活動しないの？もちろん行くしゃくよ。よく行くのはゆるキャラのイベントしゃくよね。
主催してる、ゆるキャ、大きなゆるキャラビンで毎年参加しております。シャック名古屋遠征してるのね。田代ゆるよ、ちょっと一番遠いところはね、まだ関東まで行ったことないシャックけど、今年は愛知県まで来ました、うん、あ、そこまで行ったの。車でね、ブーンって行きました、ね、ちょっと待って、車で、そう、あの宇宙船がね、さっき言ったように故障してしまったので、移動手段が現在車ドライバーがいるのね。電車に乗ろうとしても多分僕止められちゃうからまずさ、改札通らなくない？改札も通らないし、飛行機も多分座席に入らないとかいろいろなことがありまして、それだけで車移動になっております。待ってください、あの結構ね、あの県外勢の方、距離感おかしい人たちが今日何か来てるんですけど、やっぱりね、いろんなところでね、バンド活動されてる方がいらっしゃいますからね。え、大分から、はい、愛知ですよね、はい、何時間かかりました？ですね、朝出発して大体9時間ぐらいで行けるんじゃないですか、ね、高速使えば。9時間9時間ぐらいですね。で、それぐらいだよね、行ったことある人。大体そのぐらい。シーンってなったってシーンってなったから。マジか。いやでも、あの9時間は走れるそうです。行きます、だんだん腰の方が痛くなってくるんだよね。こう、なんか同じようなエコノミー症候群とかならないの？なる。で、特にさ、大体宿代とかケチって車中泊もついでにやっちゃうってことも多いじゃんから。さ、なしろ、それ車中泊してもさ、座席に座ってるだけでまずきついよね。きついきつい、もう本当にね、死にそうになってる毎回。それでもやっぱりなしろくん来てくれて喜んでくれるお客さんがいるじゃんよ、やっぱりね。だいぶファンが増えたんだね。割とそうやって全国いろいろ行ってると、だんだんね、顔が売れてきて。顔が売れてきて言わないの？だって一回見たら絶対忘れないでしょ、この顔。まあ、特徴はいろいろあるよね。そうです、そうです。でもね、野代さ、はい、年々さ、つけてるものが増えてるよね。あ、そっちか、そっちか。だんだん劣化してきてるねって言われる。それはね、それは、うん、大人の事情かな。そう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 。あ、いや、そうそう、つけてるの増えてきてるじゃん、今日。これなんで増えてるかっていうと、やっぱりね、全国いろんなところ、さっきも言った通り、こう、そう、歩いてるから、ファンの方もだんだん増えてきて、最初の名札とかこう一切つけてなかった。そう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 。なんかね、毎年見るたびにいろいろ増えてるなと思って。でしょ、ってファンの方が、この枝のところも増えてるでしょ。あ、そうそうそう、ここね、いろいろあるじゃんけど、これね、ファンの方がプレゼントしてくれたの全部。そう、ファンの方の手作りなんですよ、このついてるね、いろいろ名札もそうだけどね。そうそう、あの、なしろくんね、パッと見名前とか分かってもらえないからかわいそうだからって言って、名札をこう作ってくれて、送ってくれる人がいるじゃんけよ。かわいそうだからじゃなくて、そこはみんなに名前を覚えてほしいから名札を作ってもらったってことにしましょうよ。そうそうそうです、ね、お通りじゃんけもう、これ何も調整してないんですよ、本当に。そうですよね、毎年そうなんですけどね、かなりコント時間、ね、次の、そのね、転換までのコント時間みたいになってますけどね、フリータイムですよね。そうですよ、そうですよ。あ、ちなみに次のスケジュールっていうのは何が入ってるんですか？この次のところですか？この次は何が入ってるんですか？次はバンドの方たちがですね、大分の。そうですよ、で、さっき言ったじゃん。あ、そうそう、そうやったね。なんかスケジュール見たらさ、次がヘビの篠上さんの撮影会で書いてたような気もしたんだけど、うん、そう、そこにね、なんかね、掲げてる、してるよね。いや、そう、生きてる、生きてます。でも僕もさっきね、写真一緒に撮らせてもらったし、実はなしろ負けなくない？いや、だから手でこう持ってる感じで。あ、手で持ってる感じで。いや、でもさ、手袋しろいけんさ、ちょっと一体化せん？あ、そう、いや、でもね、割と黄色い感じだしね、あ、なるほど ね、だからそんなにそこは大丈夫でした。なしろ、じゃあほら、次なんかどっかで出る予定とかないの？あ、もちろんありますよ。熊本で言えばですね、はい、11月の初め、最初の週の土曜日曜に熊本城の二の丸広場、こちらで。また熊本来るの？はい、行きます、行きます。こちらで毎年開催されているゆるキャラの大きなイベントがあります。ゆるキャラフェスタだったかな。ほう、はい、こちらで多分ね、100体ぐらいキャラが来ると思うんだけど、そのうちの1体として出演させていただきます。シャック、お
まあ、ちやほら雪山皆さんもぜひ遊びに来て、空いてたら行く、あよろしくしゃっそこで PR したらなんか仕事につながるかもしれないから、あ、私？そうそうそう知れない尺よ、うなしろに着くお姉さんみたいな感じで言ったらいい？あ、それいいじゃん、この、うん、よろしくお願いします、地域、地域限定ね、じゃあ熊本、熊本来た時はじゃあ、あ、そう、結構来る尺、僕、熊本、うん、教えてじゃその時によろしくね、その時熊本のなしろのお姉さんってことでよろしくお願いしますそれあの、ちなみに大分にあのなしろのお姉さんいないですか？ほら、熊本で言うとさ、うん、熊本には熊本隊がいるわけじゃないですか、勇者くんね、うん、そんな感じでこう、なんか専属のお姉さんつけないんですか？いや、欲しいじゃけどね、募集中、募集中なんじゃけど、そんな休みの日を返上してまで梨郎くんに付き合いたいっていう既得な方がこれなかなかいらっしゃらないじゃけど、そこやっぱボランティアなんですね、あ、もう僕自体がほとんどボランティアで活動しておりますのであの、ね、その大人の事情いらないからさ、壊れちゃうね、こういうのね、そうそう、いやでもぜひぜひね、もうね、なしろくんにそういうふうにお姉さんとしてやりたいって方いらっしゃったら手を挙げてください、もうお手伝いしてもらったらほんともっと助かりますので、あ、ゆきりささんも OK ですよ、はい、シーンだね、シーンだね、はい、なかなか楽しいよ、なんかほら、オリジナルの曲とかダンスとか作ったらどうですか？一応曲はあるじゃけど、うん、ね、そう流してもらえるとか知らなかったから今日持ってきてない尺、うん、持ってきてる、歌というのが YouTube で調べてください、持ってきてる、ごめんなさい、あの、なしろくん、はい、もう次のですね、はい、出演者の方がもう準備が整ってるそうなので、ちょっとほら、はい、なんか顔も熱くなってきたしさ、はい、そうやね、あ、僕もね、もうあれが振る舞いにね、そうですね、はい、そうそう、やっぱりちょっと進めてもらった方が OK です、いいと思うので、はい、僕ももうゆきりささんとこんなたくさん喋れてとても楽しかったです、なしろくん、これこの後またステージの下降りるの？あ、降りますよ、で、また触れ合いますじゃって、あの、ぜひ一緒に写真撮ってあげてください、この間一番笑ったね、今一番笑ったね、今日はい、というわけでですね、あの、皆さん、なしろにぜひ絡んであげてください、ありがとうございました、次は大分県のバンドです、頑張れ大分あのステージのね、あの脇の方でちゃんと盛り上がってます、バイバーイ、皆さんすいませんね、もう完全に